こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は12月15日で、今日は嵐のアンアンを紹介します。2014年12月31日から2015年の1月7日号ですね。はい、多分今日が特大号かな。あのザ・テレビジョンの特大号が発売日言ってました。この人男っちょこんなちょこ。ちょっとピラピラっと見ていくんで、美容室に入った感覚で見ていくと、おっとここで嵐も、嵐ここ、あここですね。日本には嵐がいる。なるほど、かっこいいですね。松潤、桜井さん、事務所辞めるんですか。松潤は今残るでしょ。で、二宮さんも辞めました。大野くんがどうなるかが心配ですね。で、相葉ちゃん、今日からヒットマンにふっかさんと最終回でひーくんが出ますね。よいしょよいしょ。パジャマかな。やっぱ高そうな洋服着てますよね。こういうブランドを見ますよね。ブランドを見て、ブランドを見て、ここにこうブランドのが載ってるから、あで同じものを買う、売れる、ウィンウィンですね。嵐16面の物語はもう始まっている。なるほど。嵐2015、日本代表で、こっからはジャニーズがあれなんで早く行く。この人誰って最初思いました。あ、この人知ってる。あ、宮里愛さんの弟、妹、錦織さん。あ、安倍ワンツースリーですね。黒島さん、この人もいないですよね、確か。手塚さん、悪いことした。ラフルは宮沢さん、2015年アナと雪が2015年に千葉にゃんも流行りフラペチーノ、コンビニコーヒー、壁ドン、セルフィー、進撃の巨人、トムヤンクンヌードル、iPhone6 ですね、この時代は。TPP って流行りましたね。築地に行くのなら今のうち。わ、美味しそう。なぜか調味料、まあ、さっきの嵐のためだけに買うってなんかあれですね。ただ、まあ、こういうのって女性が読むからあれですよね。コーラケンゴさん、あの久留米市にコーラさんってあるんですよね。あ、ソミヤさん、この人も福岡です。橋本愛さんで、安藤さくらさん、三浦貴弘さんです。あ、小学校だから、まあ、こんな感じなの。スキャンダル、 KB、 AKB じゃないですと言って、ワープで宝塚ですね。今大変ですよね。ブギブギ、ブギウギでしたっけ。あれもなんかそれっぽいです。ラッドウィンプスではない。松尾鈴木、まあ今日はこんな感じです。なんか平野くんに髪型が似てると思ったら違った。で、また星座
内田さんカレンダーですね。陽明酒、まあ、こんな感じでしたね。よし、今日は2015年の嵐が表紙のアホアを紹介しました。チャンネル登録ありがとうございます。動画再生最後までありがとうございます。グッドボタンもありがとうございます。それでは良い週末を。お疲れ様です。終了します。終了。